はい、サイモックンです。本日はですね、ニコンの ZF を購入して1ヶ月が経ちましたので、1ヶ月レビューということでやっていこうと思います。はい、というわけで今日も始めていこうと思うんですけれども、僕のチャンネルでは写真のハウツー、機材のレビューなどを行ってますので、もしね初めて見てる方はチャンネル登録していただけるとすごく励みになります。ということでですね、ニコンの ZF 購入してね、めっちゃ気に入って使ってるんですけれども、早いもんでね、もう1ヶ月ぐらい経ったんですよ。それこそね、最近大阪に行ってた時も持ち出してましたし、まあ日常的にね持ち出すカメラになっております。 ZF はねめちゃめちゃ人気でですね、購入しようとしても今ねちょっと納期がかかってしまうような状況でもあるんですけれども、最近ねちらほらですね中古も出てきたりですとか、そういったタイミングでですね購入予約先にしてた人より早めにゲットできる人とかもいたりとかするので、ぜひねマップカメラさんの中古でね出てきたりとかするのもあったりですとか、ちょっと狙ってみてほしいです。といった感じで、ニコンの ZF についてですね、1ヶ月使っていった上でいいなって思うところ結構あったのでお話ししていこうと思います。画面切り替えます。はい、改めましてニコンの ZF ですね、ヘリテージデザインでめちゃめちゃおしゃれなルックで可愛いんですけれども、このカメラ羊の皮をかぶった狼ということで、中身は ZF 譲りの最先端な性能が乗っかってたりとか、伝統と最先端がですね融合したようなカメラでございます。幹部のダイヤルはですねシャッタースピードがあったりですとか、こちらがね ISO 感度だったりですとか、こちらはですねマニュアルとか絞り優先オートとか、そういう設定を変えることができます。でこちらのダイヤルですね、真鍮使われていてですね結構ね重厚感ありますね。でクリック音もめちゃめちゃいいです。聞いててください、めちゃめちゃ気持ちいいですよね。シャッター音もねいい感じなんですよ。小窓には F 値がね表示されたりですとか、男心くすぐるような仕掛けが施されてます。で見ての通りですね、革の張り替えサービスもあってですね、僕はボルドーレッドにしたんですけれども、好みの色にですねカスタマイズすることも可能なんですよね。 ZF はですねフルサイズのセンサーサイズになっていて、有効画素数2450万画素、組み合わされる画像処理エンジンは Z9 や Z8 にも搭載されている EXSpeed7 が採用されております。 ZF には Z9 や Z8 譲りの被写体検出機能も備わっております。人物とか動物とか乗り物とかね9種類入ってますね。飛行機とかもあります。被写体検出 AF による追従性はさすがに積層型センサーを搭載した Z9 や Z8 ほどではないんですけれども、比較的優秀かなというふうに感じております。特にねポートレートぐらいだったらストレスを感じることはほぼほぼないです。あと見えますかね、モノクロームがね切り替えレバーのところについてるんですよ。なので写真動画といった感じでモノクロームみたいな感じでね選ぶことができるんですよ。特にね ZF に入っているディープトンモノクロームねめちゃめちゃかっこよくていい感じです。あとはですねヘリテージデザインなのでチルト液晶かと思いきや、これねバリアングルなんですよね。なので動画撮影にも結構ね意識がいっていて、 4K のね 60p まで撮れますね。 420 の 10bit が撮れて、なんとねログ撮影もできるんですよね。こんな感じで ZF はですね20代30代40代50代ともね、もう年齢関係なく愛されるようなカメラにね仕上げてきたなといった印象です。結構ね窓口広めにね意識したんじゃないでしょうか。手ブレ補正もね最大8段ということでめちゃめちゃ強いんですよね。こんな感じで Vlog でね自撮り歩きしてても全然ブレなく撮れます。僕的にね Vlog 用の推しレンズはこの DX のね 12mm28mm の APS-C 用のレンズなんですけれども、動画使いだと全然問題ないのでこれねめっちゃおすすめです。レンズ自体にも手ブレ補正がついてるので最強のセットアップですね。といった感じでレトロの外観ながら最先端の技術もりもりのこのカメラなんですけれども、マニュアルフォーカスのね遊びもめっちゃ楽しくてですね、MF 時の被写体検出機能っていうのもついていてですね、オールドレンズとか使っててもですね瞳を検出してたりとかして、拡大ボタンを押すと一発で目までいけるんですよね。拡大ボタンを押すと常にね瞳を捉えてくれてたりとかしてるので、本当にねマニュアルフォーカスがスムーズにできるんですよね。結構 MF 時のピント合わせこのカメラを使い出して早くなりました。そういったところとかフォーカスポイント VR みたいな感じでですね、ピント面を中心にですねブレの補正が入ったりですとか、 Z8 や Z9 に内機能まで備わっております。いやー Z9 や Z8 にも入れてほしいけどね。特に MFG のですね被写体検出に関しては8と9にも入れてほしい。であと普通にね使ってみて思うのが、高感度耐性が結構いいかなっていう風に感じます。暗所で撮影したデータ見てもノイズが少ないですし、ノイズの乗り方みたいなのもねいやらしくないですね。これは Z8 や Z9 に比べて画素数も少ない分ね恩恵かなと思います。
で、あとですね、高効率ローなんですよね。1枚あたりのデータサイズをですね、かなり小さく節約できます。めちゃめちゃね、枚数を打たなければいけない仕事とか、そういった撮影の時とかに使うとめちゃめちゃ有効です。あとは1ヶ月の使用感なんですけれども、やっぱりですね、このヘリテージデザインで、ね、めちゃめちゃおしゃれなので、持ち出す機会はね、もちろん多いのと、ようやくね、バリアングルがついたということでですね、 YouTube 撮影とかもできたりとかするので、今まではですね、スナップするカメラプラス YouTube 撮るカメラとか、わざわざ写真用動画用っていう感じで入れてたのに対し、このね、 ZF があるおかげで1台でね、まとまっちゃいました。特にですね、仕事の時とかも Z9 と Z8 をですね、カバンの中に鉄板で入れてるので、仕事終わりにですね、 YouTube 撮影しようと思った時に、バリアングルみたいにモニターを確認できないので、結構ね、不便だったりしたんですよね。といった意味では、フルサイズセンサーを搭載しつつ、2000万画素台の扱いやすい画素数、そして動画性能もですね、 420 の 10bit で自撮りまでできるようなバリアングルが搭載されてるっていうのは、結構僕にとってはですね、使いやすかったです。まあ、バリアングルに関しては、僕みたいにね、 YouTube やってる人にとっては特にね、嬉しいポイントなんですけれども、まあ、このヘリテージデザインのね、可愛いルックスなので、チルトが良かったんじゃないかみたいな意見もわからないでもないです。年末年始はですね、大阪に行ったんですけれども、僕はですね、この ZF とこの DX の1228の 3.5 から 5.6PZ、 そしてね、 40mm の F2 だけで行ったので、僕にしては珍しく本当にね、コンパクトなセットアップになったんですよね。 YouTube や Vlog はですね、この DX の1228に任せて、スナップ撮影とかは Z の 40mmF2 で賄ったといった感じですよね。 ZF 自体はですね、決して軽いカメラじゃなくて、重量はあるんですけれども、今まではですね、写真を撮るカメラ、そして動画を撮るカメラみたいな感じで2台持ち出してたのを、1台にね、まとめられた時点で総重量的にはかなり軽くなったので、今回の大阪旅は過去一楽でしたね。大阪で撮影した ZF の作例も見ていただきましょうか。こちらです、どうぞ。はい、いかがだったでしょうか。プライベートのですね、撮影は特に解像感とかあまり求めてないので、 Z の 40mmF2 にですね、ブラックプロミストとかつけて撮ってました。なので結構柔らかく味のある描写になったかなと思うんですけれども、に対し DX のね、 12mm28mm で撮ったハルカスの写真ですよね、こちらです。 APS-C 用のレンズなのでですね、やっぱり画素数は削られる部分あるんですけれども、撮影した後にですね、 Lightroom の方でスーパー解像度かけました。なのである意味 APS-C 用のレンズもですね、使い方だなと思っていて、ステージはですね、画素数が削られるので、データサイズもね、小さく節約しつつですね、最後に現像時にスーパー解像度かけるみたいなやり方もあるなと思いました。まあ仕事ではね、このやり方はしないんですけれども、プライベートのですね、 Vlog しながら写真撮ったりとか、そういった時にはこういった運用もいいかなと思いました。あとね、 ZF のですね、手ブレ補正に関してなんですけれども、最大8段ということで、かなり強力な手ブレ補正がついています。で、ちなみにですね、電子手ブレ補正オンにしたんですけれども、自撮り歩きに関してはですね、こんにゃく現象とか特にね、嫌な感じで目立たなかったんですよね。自撮り歩きとか Vlog 程度だったら、電子手ブレ補正オンの運用もありなので、本当にですね、ブレのない Vlog 撮ることができます。これはですね、嬉しい誤算だったんですよ。 ZF の手ブレ補正の動画に関しては1本出してますので、概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。結構驚くと思います。はい、こんな感じでニコンの ZF ですね、購入して1ヶ月経ったので、レビュー動画出させていただきました。プライベートでも作品撮りでも仕事でもね、愛せるようなカメラになってますので、多く
の人がターゲットになっていくカメラかなと思うので、結構他社さんからのですね乗り換えとかも検討されてる方多いみたいで、結構よく DM で質問飛んできます。僕的にはですね、今お使いのメーカーからプラスアルファ1台で持ってもいいですし、特にですねソニーユーザーの方はですねアダプター経由でですね E マウントも AF で使えるんですよ実は。なので比較的ソニーユーザーの方はですねニコンへの乗り換えのハードルって今限りなくね下がってるんですよ。今お持ちの E マウント資産もね大事に残しつつ ZF を導入みたいなこともできるので、ね、検討してみてください。今回の動画楽しかったよいいなと思ってくださった方はぜひねチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。僕のチャンネルもですね3万人5万人10万人と目指してますので、ぜひね応援よろしくお願いします。あとね最近コメント書いてくださる方もありがとうございます。コメントってね地味にね結構励みになってねやる気出るんですよね。ちゃんとね自分の動画って誰かに見てもらえてるんだみたいな感じの気持ちでまたモチベーションになるので、ぜひねよろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。じゃあねバイバーイ。